れども、はいはいはい、あのちょっと紹介いただけませんか。はい、今聴いていただいた曲はマクロステージの、バイクヘッズ。そちらから今のところのところの人だったらどっちで今度はその人はいいよ。マクロステージの My Friends。 そして、2曲目が怪盗セイントテール、恋みたいな感じでした。本来そうだったら怪盗セイントテール、はい、恋なみたいな感じ、うまく嬉しいにもいい感覚みたいな。咁大家可以現場聽到個感覺係咪好開心啊？知ってます。咁你知呢首歌啊？有冇聽過呢兩首歌之前？知ってますね。ありがとう。Thank you。ありがとうございました。じゃあそろそろ読んでいきましたけれども、はい、そのでいいですか？発声します。咁我哋咧就開始我哋今日嘅今日同英姐姐傾偈嘅 talk 啊，咁我哋準備咗好多問題咧要問佢嘅。係。咁我哋就講聽完十年。大家好多都係 Marcos 嘅 fans 嚟嘅，係我嘅。咁佢就話
Upload 先係一個好經典嘅作品啦，咁係好多有好好睇啦，好經典嘅作品嚟嘅。咁之後，不最初は声をやるときに、まあ、声の仕事をやるときに、ワークロスタイルが初めてですか。まず一番最初はドラゴンリーグっていうアニメで声を出させていただいて、もちろんこれはマークロスタイルが第一套的動画作品啦，第一套叫 Dragon Z， 咁係一個動畫作品嚟嘅。咁いつも声を使う仕事という印象がありましたけれども、その前に声優の前にちょっと舞台劇とかも歌手としてデビューしたのもありまして、うん、そうそう最初はねアイドルスタートだったんです。3人組でその後に舞台をやり始めて、あのでもじゃあまあ我問翻你資料啦，咁你以前除咗係聲優之前，其實佢係做過偶像歌手，係個三人女子組合嚟嘅。咁然之後咧就變咗舞台，咁喺舞台之後咧再做呢、這個聲優嘅。咁之後聲優都要宣傳嘅話，係都係得演技，都要覺得都要幫我看你哋埋單嘅先。さくらさん的に、声の仕事は一番美しいのは何でしょうか？やっぱりアニメって、台本を見ながら絵に合わせてその場に合わせてセリフをしゃべる、それが一番難しい。でもじゃあ問翻佢啦，做声优呢个工作啦，同舞台剧同歌手有啲唔同，佢唔系净系唱歌咁简单，佢有演技啦，亦都有声音嘅配合。有啲咩系最难嘅咧？佢话尤其是做动画嘅作品嘅时候咧，你有个剧本喺度，佢一路望住剧本，一路望住个画面，然之后咧佢夹翻个公仔嗰个角色嘅口型去做，呢个系最难嘅一部分嘅。そうですね。最初は台本、まあ、例えばマクロスとか台本を見てやるのが難しいんですけれども、まあ、その現場に何かが、印象に残ったようなことがありますか？やっぱりね、アニメの仕事をし始めて最初は本当にその絵に合わせてセリフをしゃべることがすごく難しかったけど、マクロス7から絵と自分の息がピタッとはまるようになった瞬間があって、楽しくなった作品なのですけど。なるほどですね。咁我就問翻佢啦，喺譬如做聲優期間，或者係配 Mark Fox 期間啦，有啲乜嘢係令到佢最難忘嘅事咧？咁佢就話，因為其實啱啱講咗啦，配音其實係一個好難嘅工作嚟，你要睇翻畫面啦，又要睇翻字啦，咁其實好多時都未必令到自己，即係自己未必滿意。佢話喺 Mark Fox 入邊咧，佢就第一次可以嘗試到感受到嗰樣嘢，就係自己嘅聲音、自己嘅對白演技可以同個畫面係衝到絕嘅，咁呢個係最開心嘅瞬間咯。我哋就話面啦，我心中最滿面啦，你知道都係咁樣子。咁相信佢嗰個演技能力都令到大家非常之開心，非常之滿意嘅。Macross 7といえば歌ですね。はい。そして歌といえばミレイルですね。はい。そしてミレイルという仕事です、キャラクターですけれども、はい、どんなキャラクターだと思いますか？ミレイルはまあ14歳とキャキキャキな女の子なんだけど、割とねバサルに対していつもこう怒ってるイメージ。はい。皆さんないですか？咁佢我問翻佢啦，咁講起 Macross 7即係咁嘅女主角啦，ミレイル。呢個角色，咁佢覺得係一個點樣嘅角色咧？佢就話：呢個女仔其實佢就得14歲嘅啫，咁佢性格都比較活潑嘅，係啦。咁然之後咧，變身阿巴莎娜咧，巴莎娜係啦，佢有巴莎娜喺度，變身巴莎娜佢都會好激氣、好猛震，然之後佢哋兩個就成日鬧交嘅。大家係咪覺得都係咁樣咧？そうですね。同じ印象を持っていますね、みんなも。そうですよね。はい。で、ミレイル、というキャラクターを歌った時には桜井さんがまだ新人だったんですけれども、その時の気持ちはいかがでした？確かね、マクロスセブンのお話をいただいた時、声優としてまだ3年目だったので、こんな大きな作品に参加できることができて本当に本当にハッピーな運命的な出会いかな。そうですね。咁你知道自己試音中咗 Melanie 呢個角色之後啦，咁你仲係一個新人嚟噶嘛？咁你覺得點咧？佢話嗰陣時咧，佢知道咗自己做到呢個角色嘅時候，真係好開心、好幸運嘅，覺得係一個命運嘅邂逅嚟嘅。所以先咧，咁即係ちょっと説多啲ですけれども、ちょっとだけでもいいですか？Melanie の声とかセリフとかお願いいただけます。
少しよ、少しよ、呢個角色嘅對話講嚟聽咧。お願いします。大丈夫かな。大丈夫です。行きます。ばあちゃんな、もうこんな時間までどこ行ってたのよ。おお。最高です。Thank you。Thank you。最高。ありがとう。ありがとうございました。まあ、まさかまさにまさかに、まあ、生で聞こえるのが。我可以正常聽到我可以隔離我這個耳仔非常的好不好意思我就這樣說マックロスの時に一番楽しかったのは何でしょうか。一番楽しかったの本当にね、まだこう楽しめる余裕がなかったのマクロス7。ただこの息がメインキャラクターの自分のがぴったり合ってくる瞬間が分かり始めた、作品ではあり、楽しくやっぱりそのことによって楽しくどんどんなっていった作品でもあるんです。咁我就問翻佢啦，喺 Marcos 嗰個現場入邊咧，因為其實有咁多嘢講，同埋有音樂嘅現場。咁你配音嘅時候最開心係乜嘢咧？我嗰陣時仲係老生，所以其實仲未識得好感受翻開心嘅嘢，佢就好努力咁去做演出啦。咁頭先講過啦，就係佢可以令到自己嘅角色同嗰個公仔同聲音可以配合嗰一刻係咧係最開心嘅時候嚟嘅。咁多嘅事。で、ガブリン役の小安さんが。大体いつもスタジオでいつも隣だったの。で、不慣れな私にいつもアドバイス、いいアドバイスをくれて、ほっとしてました。咁佢就話咧，最有感受嘅咧就係卡尼呢個角色啦。啊，小安神就成日坐喺佢隔離，咁佢做緊，因為佢哋要等上位嘅時候坐喺隔離啦，咁令到佢個感覺咧好安定，咁就冇咁緊張，亦都做得好嘅。啊，我都知。小安神はね、いつもね、ちょっとね、離れた席だと。別のマイク？そう、別のマイクで席も5個ぐらい隣、6個ぐらい隣にいたんで。咁佢話咧，幫差佬咧就因為係用另一支麥嘅，咁佢哋就坐咗喺五六個位以外嘅地方，好遠啊，咁啊傾唔到偈㗎，咁都冇聽到。そう。我冇出嚟嘅。咁跟住，好啦，マクロセブンといえば音楽ですけども、咁啊今にも音楽マクロセブン次もマイクランドをちょっと聞かせていただきましたけども。ファイアボンガと音楽のバンドがありましたけれども、今振り返ってファイアボンガとかマクロス7の歌を聴いたらどういう感じですか。やっぱりこうマクロス7の音楽がロックすごく元気な曲が多いので、やっぱりこうなんかエネルギーチャージされますね。そうですね。咁我問翻佢啦，因為大家都知啦 ，Four Seven 其實音樂係一個好重要嘅元素嚟。頭先佢又係 friend 啦，另外 Fire Bumper 啦，咁佢哋好多歌到而家大家都好中意。咁我問翻佢啦，佢又覺得呢啲歌點咧？咁佢覺得Four Seven 入邊嘅歌咧，大部分都係 rock 嘅歌啦。咁另外就係啲好比較澎湃嘅歌，聽落去咧，你哋覺得佢有活力，定係差啲嘅感覺？やっぱりバサラのこうボーカル曲がすごくハードで、すごい元気なんですよね。尤其是バサラ啲歌咧，係啲好 hard rock 嘅感覺，一份咧就令到自己好精神。ね，係バサラ。Yes。そうですね。じゃあ話はちょっと変わってみます。はい。マークロスの次にファンにやっぱ魅力ありますねというキャラクターはやっぱりガイドセイントテールですね。掛到聲聽，我哋講講你個話題啦。除咗花生麥克羅斯之外啦，咁下一個啲 fans 好中意嘅角色就一定係掛到聲聽啦。この作品の中に桜井さんが全部テレビ、そして普通の女の子のメイビーレイちゃん、一緒にやりましたけれども、でもすごく違うんですけども。役作りとか、基本的には意識的にはそこまで変えてるつもりはないんですけど、まあ怪盗セイントテールの時はまあそのひたすらもうアスカにバレないように困った人を助けるということに集中して声を上げてました。咁我就問翻啦，因為我老細 Kelly 大家又係就知啦，因為其
其實佢一個人要做兩個身份嘅，正聽啦同埋牙尾啦。咁啊，我問佢呢兩個角色你點樣去分區分或者點去塑造呢兩個角色咧？不過其實佢啲意識上就覺得佢一個人就冇乜點樣去第二十去區分嘅。但係實際上因為佢隱藏身份啊，佢唔可以俾 Bill 知道。咁所以佢就喺呢方面咧用多啲功夫，咁令到佢有兩個唔同嘅感覺啊。なるほどですね。先ぶってるように共演してたあのセラルの江戸さんが、そうですね、仲良くということですね。はい、仲良し、うん、で大先輩です。大先輩の、ま、やっぱり江戸さんも作品の中にも優しいお姉さんですけど、もうね、井上喜久子さん、セラル役の井上喜久子さんは本当にセラルのまんま、あの本当にほんまかして、優しい、とっても優しい、お姉さん、でも17歳のセブンティーン知ってる？おいおい、セブンティーン、はい、でもお茶飲んでるよ。でも、在セクタル入面ね、有個角色啦，就是陳翠英之類的。那他，因為他們兩個很 friend 的，很 friend 的，我就問了，啊，那姓梁這個角色和鄭秀娥的姐姐，他是不是跟個作品一樣，他是一個很溫柔的姐姐呢？我說，是我的前輩來的。那還有呢，他和姓梁一樣，一個很溫柔，個角色都是，他基本上和姓梁沒有分別，都是一個很溫柔的角色。還有呢，17歲，永遠的17歲，大家知道是不是？嗯，知ってますね。知ってる。そうですね。今セリフテーマの話になりますけど、はい、ちょっとだけでいいですか、はい、またお願いしてもいいですか。いいですよ。咁我又問翻佢啦，啱啱講下正聽啦，可唔可以又做翻少少正聽嘅角色過嚟聽咧？咁 OK 啦，好，我哋開始啦。作為一個聲優，你有冇咩目標，或者係啲咩你想要做嘅事？
事啊，咁佢話當時咧發表咗引退嘅宣言啦，引起好多大家麻煩啦，麻煩到大家亦都覺得好唔好意思。咁所以佢而家再次企翻翻啦，可以企翻上台或者做翻好多表演啦。佢就承諾大家，佢唔會再放棄，亦都會用翻啲整自己身份，永遠咁樣同大家去做翻更加好嘅表演嘅。即係所以佢哋更忙，同埋宣言。頑張ります。我會加油嘅，大家係咪會支持啊？
デビューの時に同じく綺麗になっていますけど、まあ、どうやってそうなんですか。ほう、あら、今の体格で、まあ、デビューの時にお手にしまい、まあ、こうしてたんで、見れるのでかせんよね、まあ、見れるのよ、こうせっちゅうしてきてくれたね、何の重要な問題、まあ、どうに、ちょっとお渡りの声で言うか、もう、俺、緊張が終わらない、じゃあ、お願いします。一番最初の問題なんですね。どうやって、そうですね、ミレイナのというキャラクターという、どうやって、なんとなったんですか。多分ね、確かミレイナちゃんは、オーディションじゃなくて、来たんですよ、仕事が。確か。マジで。そう。本当、オーディションじゃなくて、ちょっと桜井さんお願いしますという感じです。だったと思います。もし記憶違いだったらごめんなさい。でもそうだったはずです。例えばね、前者のゼロコンじゃなーかもね、国籍的性格、还有什么时间的吗？咁但系咧，马克思就你哋呢些青年嘅，佢系要揾佢去做嘅。咁我咁系咪话诶问下你做呢个即系配音啦？话佢记得应该就系咁啦。如果佢记错咗嘅，再澄清，应该就系咁嘅。所以做呢个啊，都要讲，因为一番真正嘅呢个话，啊，そうですね。意外とこうなんだろう。素直じゃない？そうですね、バーサンに対して素直じゃないですね。そうですね。なるほど。でも、たまに、たしかまでな、ただ、見れる量が設定できるというのは、で、ピドンショット、オン、オン、ショットで、じゃあ、よしの別流了、もちろん、もう、とんバーサンが近いですよ、特別に、ウィンショットで。まあ、強いて言えばね、そう、そんな感じ。そういうのは、勉強、講座、勉強、勉強、自己で。なるほど。で、聞いてるんですけれども、どうやってデビューの時と同じくらいになっていますか。へぇー、それ社交辞令でも嬉しいお年頃です。朋友就問點樣可以同當年出道嘅時候一樣咁靚咧？佢話：我都覺得你應該係社交辭令嚟嘅，但係幾開心咯，喺度呢個問題。で、一応私ずっとボディコントロールのためにすごく太りやすい走ってるの。ああ、うん。なるほど。咁佢話因為自己個體質係比較容易肥嗰啲嚟，咁所以佢咧就為咗 keep 翻個身形咧，成日都去跑步。跑步比較得意です。得意じゃないけど、頑張って。で、多分皆さん今桜井友を検索すると、10代のブンブンに膨らんだ私が見れると思います。佢話咧，如果你哋揾我，佢係跑步好擅長嘅人，係不過好努力嘅跑步。如果你哋上網咧，上出呢個星邊井字嘅，可能我都十幾歲嘅時候，佢唔係呢個樣，肥肥哋嘅樣嚟嘅，我話冇可能，應該就まあ通り私は非常に太りやすい。なるほど。だから今でも走ってて、香港に来てから、まあ走れてないから、多分増量キャンペーン中です、ただいま。因為咧，佢話佢到而家都係 keep 住跑步呢個習慣。咁但係喺香港就跑唔到步，可能應該係增咗磅。そして有料食べました。食べました。もう香港に来てまで我慢することはないと。今日は明日も食べ続けます。今日は終於我仲要話翻，香港仲有好嘢食，你嗰度食嘢。我話冇錯，嚟到香港係唔會忍嘅，一定要食到佢走為止。每一杯香港楽しんでください。希望可以繼續去 enjoy 成個香港嘅行程，都真係楽しんでくださいね。ありがとうございます。じゃあトークはここまでで、はい、こんな感じですけれども、まだ最後の一曲を聴かせていただきたいと思います。ありがとうございます。大丈夫ですか。はい。咁咧，我哋嘅 talk 咧，嚟到呢一刻咧就暫時完啦。咁但係咧，唔使驚，佢未走住嘅。喺呢個台上面咧，佢會唱到最後一首歌俾我哋聽嘅。大家知唔知係呢個？估唔估到係呢個？都係 Mark Ross 嘅歌嚟嘅。邊個曲嚟唱噶？Mark Ross シリーズの愛を覚えています。Mark Ross嘅《我曾經愛》。咁我哋正式一首，即係お願いいたします。ありがとうございます。